はい、皆さんこんにちは。石黒彦根店のフィッシングマイスターの高関です。石黒西ある店ウルピーこと漆畑です。ご覧の通りヤマピースタイム。明日はね、琵琶湖ジークラックの、琵琶湖ガイドのヤマピーさんのガイドで、琵琶湖を攻めていこうと思いますので、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。石黒彦根店、うちのお店なんですけど、セレクトしてくれるってことなので、ちょっと行ってみましょう。行きましょう。あれ、あ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。ようこそ次回来ない竹崎さん。必要なものバッチリ揃ってますよ。あ、ありがとうございます。次回さんとバッチリ連携してるんでね、はい、よかったです。ヤマピーさん、はい、せっかく、早速なんですけど、はい、明日の琵琶湖攻略に使うルアーを教えてください。はい。プリとアフターとかね、いろいろいるんで、はい、まあ、ちょっといつも使ってるルアーの、紹介と、まあ、教えていくんで。まあ、これですね、まあ、リーフシュリンプ 4.8 インチ、まあ、このヘコリグ、まあ、これ、もう買った方がいいです。これ買った方がいいです。はい、ありがとうございます。そうね、まあ、新製品のスパイロングラブとかね、はい、これどうですか、スパイロングラブ。やっぱ新製品なんで、はい、はい、まあ、これもね、テキサスとかで使うんですけど、まあ、ノーシンカーとかでもいいんですけど、ね、僕はテキサスで使ってて、まあ、これもよかったらどうぞ。買います。はい、ありがとうございます。あとは、よく使うのがね、スパイロンツイン。これも新しいやつですね。新製品ですね。スイン、これ次回、あ、本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございます。もうじゃんじゃん買っていきましょう。はい、まだあるんですよ。まだ使うものがあって、まあ、こちらでちょっと来てもらって、スパイロン 3.8 インチ、これはガーリック入って、サフとガーリックのね、すごいいい匂いです。そう、合わせ技の、これ石黒織からの。そうなんですよ。これが噂のアピールフォールギル。そうなんですよ。ヤマピーさん、はい、買います。はい、もう1パックでいいですか。3パック。あ、ありがとうございます。限定なんでね。限定なんで、ぜひぜひお願いします。あとフォローで、はい、ニアマンスイック6インチ、まあ、ネコリグ、はいはい、これもフォローでね、まあ、当たりない時とか使うんで、やっぱフォロー必要ですからね。そう、もう当たりがない時間とか、ちょっと 腕休めとかにね。そうですね、お願いします。買います。はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じですかね、よく使うルアー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなに買っちゃった。楽しみだな。あ、ヤンピーさん、お願いします。はい、ありがとうございます。こちら、返品不可なんで、はい、よろしくお願いします。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。返品不可です。それでは、明日、ジークラックルアーで琵琶湖を攻めていきます。せーの、ドン。あ、あ、初めてのワープだったからちょっと靴忘れてた。ちょっと取りに戻っていきますか。ちょっと取ってきます。気をつけて。ドン。出てきます。ドン。ただいま。おかえりなさい。ちょっとすぐ見つかった。すぐ見つかった。よかったっすね。よかったっす。ここどんなポイントですか。ここは貝捨て場って言って、はい、まあ、ちょっとハンプとか、まあ、フラットなんですけど、ちょこっとしたハンプとかあって、まあ、ハードボトムがあるエリアで、まあ、アフターとかよく回ってくるエリアで今ちょっとついたんで、で、まあ、ここからちょっと早速投げながら行きますか。新しく出たヘルズコア 70MH なんですけど、まあ、表径 MH クラスなんですけど、まあ、ちょっとパワーがあって結構強めですね。強めな竿なんですけど、まあ、結構ね、こうやって よくやるんですけど、こうやってやっても、まあ、折れない感じなんですよね。まあ、横から見てもらうと、おこれは結構魚かけてもパワーがあるんで、まあ、
大きい魚にもね、はい、あの対応できて強引にやり取りできるんで、まあ、あとはラインブレイクだけ気をつけるようにしてもらえばいいかなと思って、まあ、こんな竿を作らせてもらいましたすごいですねまあちょっとまあこれでまあへこり具をやるんですけど、はい、まあ投げる方向としてはまあ今こっち面がちょっとあのちょ気持ちちょっと半分になってるんですよ、はい、まあ、まずこっち面に投げてもらって、まあ、鼻投げればまあちょっとずつこうずらしてもらってちょっとフラットなこっちのちょっと気持ち深いエリアに投げてもらってもいいんで、はい、まずはまあこっちから狙う方向としてはこっちから投げてもらいましょうか。わかりました、まあ、ヘコリグとフリーリグでちょっと軽く探ってもらい反応を見ましょう。了解です、はい、じゃあ頑張っていきましょう。頑張ってみましょう。よろしくお願いします。お願いします。おすすめですね。ポンって立ててちょっと間を一瞬だけ作って、はい、こんなのポン、これぐらいです。石黒、あ、真ん中ってあんまり良くないですか。あ、でもいいですよ、いいですよ。真ん中で5ジャップとか来るんだったらもしかしたらラッシュ入る可能性があるんで。あ、よっしゃ、まあ、あとは巻き続けるだけです。3落ちたでゴルゴゴ入れて入れて、もっと巻いていいですよ、もっと巻いていいですよ、もっと巻いていいですよ。コキー、やったー、イエーイ、イエーイ、やるやん、ウルピー。よかったよ、高関どんな感じやってたの。ちょっと教えて、教えて教えて、まあまあ、一回投げて投げて、まあそこ取るじゃん、うん、やっぱ言われた通りにゆっくりだよね、ゆっくり、トン、トンの時に。あ、結構ゆっくりなんだね。じゃあゆっくり、めちゃめちゃゆっくり、もぞもぞってしたなってライン見てたら走ってたわなるほどね、ありがたいやつ、ありがたいやつがっつり次僕のルアー変えようと思うんですけど。あれ、それ既存でなったっけ。ないよ、ないよね、うん、これスパイロン 3.8 の、ね、石黒折りからのウルピーカラー。あ、ウルシが考えた。僕のカラーです、これね。これ、ジークラックさんのルアーって、サフっていうマテリアでできててオリジナルなんだけど、うんうん、知ってるよね。知ってる。サフってソルト、うん、アミノ酸、あとフレイバーで、自分の場合はこれ、フレーバーにこだわって、ニンニク、特盛りでって言ったらめちゃくちゃ焼肉の匂いになった。普通のよりも持ってあるんだ。もう、じゃあもうガリガリに持って持ってくれてるから、これものすごい匂い、ナチュラルなんだけど匂いはもうめちゃくちゃアピールしてくれるっていうやつです。ちょっとこれ使ってみようと思います。店頭にまだありますので限定です、お願いします。来た、おーい、だいぶ近かった。ちょっとね、今喋っててちょっと長めにステイしたら食いましたヤンピーさん、ファイト一瞬でしたね。そうですね、このヘルツコア使うと、はい、結構僕、瞬殺になっちゃうんですよね、はい、瞬殺でしたね。そうそうそう、スポーン抜いて、そう、もうなんか全部抜きたくなるんで。あー、そういう竿ですよね。そういう竿なんですよ、ちょっとこの、ね、ダブルダッチヘルツコア強いんで、ゴリ巻き専用機ですまさにビヨンド、ビヤコ専用ロットみたいな感じですけどね。はい、釣りたルアーはフリースタイルシャット、やっぱ釣りですね。釣りですね、代名詞ですよね。最近このカラーばっかなんで。あ、そうなんですか。それ言ってくださいよ後ろ、違う、食った食った食った、よ状態になってる、ほら、はい、ゴールここっす、ゴールここっす、ゴールここっす、ゴー、ゼロすぎるの 2.8 インチです。 7g のフリーリグで釣れました。イエーイ、やった。はい、はい、こいつはですね、フリーリグでズルズル引きずった後ですね、もうフリーの状態は取れちゃってたんで、ずるずる引きずって、ゆっくり引きずってたらコツンって入ったんで、あ、入ったらすぐ合わせるんじゃなくて、ちょっと竿を揺すりながら揺すりながらやっていくと持っててくれたんで、巻き合わせでパチンと合わせて釣れました。
石黒ベローズギル 2.8 インチのね、これフリーリグなんですけど、まあ、これはスカパノンブルーフレーク使ってるんですけど、まあまあ、撮影中はね、パーシモンとかねで釣れてました。まあズル引きでよく釣れるルアーなんで、コンパクトで今の琵琶湖には必要なワームです。ベローズギル 2.8 インチフリーリグのね使い方なんですけど、まずはフルキャストしてもらって、まあちょっと長めに置いといてもらうみたいな、ファーストホールで食うこともあるんで、ちょっと着底してからのステイ気持ち長めで、まあまあそこからは動かし方というのはもうゆっくりズル引いてきて、何かに引っかかる、引っかかったらこうラインスラックを叩いて重りを外してあげる、コロンって外してあげる、このビヨーンって外すんじゃなくてコロンって外す、でステイで、だいたいステイの時で来ること多いんで、ほぐしてる時もこうルアーがねこうふわ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 するんで、まあ、そういう時にも食ってギュッて持っていく時もあるんですけど、まあまあ食ったら巻き合わせ、バシンっていう合わせはね、ラインブレイク起こす確率が高いんで、しっかり糸をぐりぐり巻いて竿が曲がるぐらいまで巻いて、魚をグイーって寄せるような合わせ方してもらったらいいかなって思います。アクタ、ネットいりますか？あ、いいです、いらないです。あ、でもでかい、イエーイ、いいサイズ。ルアーはベローズギル 2.8 のフリーリグですね。ベローズギル 2.8 インチのタックルなんですけど、まあロッドはね、ヘコリグ専用ロッドで、最近発売されたダブルダッチの、ヘルズコアなんですけど、まあフリーリグにもね使いやすくて、僕はこれ使ってるんですけど、まああとラインは、まあ、フローロの16ポンドで、シンカーは今ちょっとフロートシンカーなんですけど、幹事さんの、まあ 8.8g、 ちょっとね飛距離を出したいんで僕ちょっと重いの使ってるんですけど、 8.8g のスルスタシンカーで、フックはガマカツのセオライズ1番使ってますね、10フックで、まあベローズギル 2.8 インチのこれでフリーリグで、カラーはパーシモンで本日釣れました。まあ、タックルとしてはまあこんな感じで使っています。ただブレーカーが通るだけですわ。はい、シャッターシャッターと見せかけて、魚やな。おお、さすが。もうアフターだもんね、このジャンプの。あ、いいっすよ。バシバシ抜ける。はい、スパイロンの 3.8 インチ石黒折りからのアピールフォールギルです。ノーシンカーリフト&フォールでバクッときました。石黒、はい、じゃあ本日のヒットルアーはね、これスパイロン 3.8 インチの石黒さん折りからのねアピールフォールギル、ガーリックパンチっていうね、サフマテリアルで、ニンニクの効いたね、すごい匂いのきつい、これ臭いんですよね、匂いのきついワームで、これで漆畑さんが1本釣ってくれました。好きな人は好きな匂い、嫌いな人はちょっとあ臭いかなって思うんですけど、まあ、
車にこのまま入れるとちょっと車の中が臭くなるんで、そこだけ気をつけてほしいかなと思います。倒したでいいですよ。ジャンプするんで下向けていい。引っ張った？イエーイ！の 4.8 インチで釣れました。サオアヘルズカーです。はい、じゃあ春の定番ビーフシュリンプ 4.8 インチのヘコリグ、まあこれでね、あの僕が今メインで使ってるルアーワープなんですけど、まあ、これのヘコリグで本日も釣れてくれました。後ろ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、最終的な釣果は私が2匹。ウルシマさんは2匹。で、僕が3本。さすがですね、やっぱり。たまたま。たまたまです。1日今日通してみて、はい、どんな感じでした、琵琶湖は。まあ、今日はまあ、ミドルから深いところまで、ね、はい、ちょっといろいろ探って、ね、まあ、結果、まあ、ミドルぐらいのレンジで食う魚が多かったですね。まあ、今回のまた詳細なとか、どんなことがあったっていうのは店頭で話していただければ僕らバッチリ事細かく伝えることができるんで、ぜひ声かけてください。じゃあラストは一本締めで終わりますか、はい、せーのよー、ありがとうございました。